名前を付けて保存ダイアログで暗号化をクリックします。ここにパスワードを入力します。ここでパスワードを入力すると次回ファイルを開くときパスワードを入力しないとファイルを開くことはできません。詳細設定をクリックします。 ここでセキュリティの強化度を設定することができ、強化するほどパスワードを長くできます。書き込みパスワードにパスワードを入力して保存すると、読み取りパスワードを入力した後に書き込みパスワードも要求されます。パスワードを正しく入力しないとファイルは読み取り専用として開かれ変更されて保存されることがなくなります。用途により、 パスワードをつけて保存しましょう。